ボディガエルの組み合わせ、たくさん見てきましたが、さあこの対象戦はどうなるか。竹内ジョンコーディ対樋口ガエル、いってみましょう。お願いします。ワールドウォリアー2では竹内ジョンがこの樋口に勝利はしたんですけれども、ガエル側の攻略もかなり進んできてる感じしますよね、この組み合わせ。は今でもやっぱりガエルにとっては嫌な相手であると思うんですが、嫌な相手である分向き合ってますよね、ガエル使いが。そうですね、このソニックブーム、立ち強キックといったところでコーディを押し返していく。でただソニックを打つと、ランバースイープなんかで抜けられちゃうんで、ソニックのタイミングが大事ですね。ジョン側としてはやっぱりこのレベル2ゾンクを使って火力を押し付ける、ガエルの単発のね火力の低さというところきましたね。ハンマーから一気にこれまでの立ち回りのダメージを返した形、画面端も取っている。上、上、いい飛びだ。ここからラインを上げていく。さあ樋口のガエルは立ち回りの中でもやはり前に出るのが非常に印象的な、攻撃的なサイドのガエルと。フロント下ナイフがあるんで、ただ状況的にはダメージに変えたそうな形でしょうか。そうですね、体力リードは樋口のガエル、右手側遅らせ V リバーサルすることで、初段最速キャンセル V トリガーに対しても対応できるという対策ですか。しっかりと抜け目はない、白ゲージがあるのは竹内ジョン。それでもここからヒット発動成功、ナイフを持って立ち回りはここで有利だが、この25秒で逆転できるのか。大技が決まれば一気に変えられそうですけどね。さあ白ゲージを取る、いい投げになった。時間が減ってきているぞ。ここで5番 EX ソニック CA 警戒、10秒切った。そこからの台足トリガーはなしで、だがこれ今の台足結構勝負手ですね。ガードされていたら、そうですね、反撃で倒されていたでしょう。 CA があったんでですね、一応命がけの台足ではあったが、しっかりと通していた。ギリギリ V トリガーがなかったんですよね。もうちょっとで溜まっていたってところなんですが、でも当たればね結果オーライでしょう。そうですね、逆にその状況だからこそ当たったという。確かに警戒しづらかったですね。さあラウンドトップの樋口ガエル、対象戦は3試合選手。ジョンはこれはそうですね、どんどん溜めていた、だからちょっと体育が出なかったと。さあトリガー発動、ナイフを発動して画面端、先ほどこの画面端でいまいち崩しきれなかった、しっかりエールとかを通している。そうしっかり相打ちでいいと。なるほど、ここも相打ち下がっていた。ナイフがいろいろあった。樋口側もその無敵技警戒されてるっていうことは分かっていて、歩きだけ狙ったんですけども、ナイフが非常にリーチが長いんで、さらにその外からしゃがみジャックパンチ、ただそこでタイマーがなくなって、ナイフの2発目のしゃがみジャックパンチが出ないっていう、いろんなことが起こりましたね。しっかり最後はしかし 10K でフォロー、一足これはしっかり警戒。もう一丁無理やり端持ってった。確認してる、うわージャッケうまい。ジョンのペースになってきた。リバーされてもいいってきたな。僕打撃を取ったぞ。これで樋口の逆襲かと思いきや、トリガーがある。もう逆サイドにしかも CA、 これ中盤当たって大きなダメージ、そしてナイフもあるがまだ使わない。そうですね、続くから大パンまで。さあお互いトリガーはあったものの、ジョンが一気に決めていった。まずは 1-0 竹内ジョンスタート。結構そのなんでしょう、 EX サマーソルトキックまだ出てないんですけど、それをめぐる駆け引きをしている感じがしますね。あと樋口の画面端での技振りに対して、かなりジョン側が対応できているというか、噛み合わせているような。確かにそうですね、攻めが通っている、やっぱ投げが通ってますよね。その投げ前に入ることを樋口としても許してしまっている、しょうがないんですけど、そういうその投げ前に入ってくる前進してくるコーディーに対して、ここはちょっとボタン今押さずにしのごうとしていると。さあ2試合目見ていきましょう。ここは開幕からスエーが決まって、ラインを押し上げたのは竹内ジョン、少しずつ試合を掌握しようかというような圧力をかけている。かなりこうラインを打ち上げられてますね。タッチパンチと、まあ、歩いて SA というところで、あ、深い反撃だ。しっかりさあ、ジョンパンはやはりこの画面端に到達するまでは早い。早い。ここもさあ、残った判定をしっかり殴っていく。スタンが近い。回してから5番。さあ、ワンターンキルの形、結果として逃がさなかった竹内ジョン。さあ、アメコさん、この竹内ジョンも序盤から苦しんでいる中でかなりやはり調子が上がっているとですね。そう、なんでしょうらしい、すごいアグレッシブな動きが結構出てきてる感じしますね。ベイビーフェイスジョーカーと言われたその拍子からは想像できないような非常に重厚な圧力、それが樋口を襲っている。ここで一発、ついに一発打ってきました。いや、ただ打たされたというような、確かにね、あまりの圧力、ちょっとしてまあ食らってもいいしっていうレベルでもう攻めている感じがしますよね。体力量相当取ってるので、うまい、差し返してる。この嫌な流れを樋口どう返していくか。ゲージは2つ。おお、ここタイプそして判断がいい。ラフィアまでこれはクリックとともに、しかもナイス落ち、何がなくなったか。ここ1つ投げて、この後ですね CA があるんで、そうですね、何を見せるか。垂直、うまい、よく落とした。何を狙うか。ゲージは1つ。あ、使ってくんだ。2つに削りは見ない。時間は30秒。いつくっ、うわー、こっちたくなのやばすぎる今レベル2でしたか、レベル1でしたかね。ただ EX 様と投げ抜け読みの後ろ下がりだと思うんですけど、突然中足対策できましたね。きましたね、らしい、やらしいといえばらしい樋口さんの選択、そうですね、大胆な選択肢。しかもそう、しゃがみ中キック、ターゲットを倒すっていうその、ね、体力状況の確認も素晴らしかったんですよね。細かいところではあるんですけど、そうですね、勝てるんでその勝負にいったっていう。入れ替えない、少しずつ立ち回りが変わってきたか。差し返す、うまい。ジョンが被弾が増えてきた。遅らせぶりだ。頭や画面端ナイフはあるが、ヒット発動したいのは竹内ジョン。見ては、ね、体力状況的に当てつつ画面端に行きたいっていうところでしょうね。樋口がちゃんバンスと CA 削る CA も考えられてなってきた。ここからそこでナイフ、ただ樋口が硬い。前に来る、わあ、うまい。しっかりとワンスイッチ、そしてハリケーン、これでいちいち両者譲らず。なんでしょう、いきなり樋口の流れに一瞬でなったっていう、そんな印象の試合なんですけど、ジョンがね、相当いいペースで先に端に寄せられてたはずなのに、気づいたらやっぱりEX ゾンクプラ3とかですよねの状況から逆択で中足ターゲットで大胆に倒したことで、ジョンの流れが止まったような、そんな印象。あとはやっぱり中距離戦はそのやっぱりガイルのこの技打ちに対していろいろ OD 側もいろんな意識をこう配分していかなきゃいけないんですけど、樋口はちょっとそこずらしてきつつあるかなと。序盤は結構正直なソニックブームを打っていて、そこにしっかりこうスウェーを合わせてランバーセーブでよく押し画面足に押し込んでいくっていうことができていたんですけど、ちょっとずつそのソニック以外の選択肢の打ちどころ、ダッシュを通したりとかで画面足からね脱出する入れ替えの後ろ投げなんかも決まったりしているので、その中距離戦の風通しってところが、まあ、ちょっとずつ、ジョンが良くなくなってきてるのかなっていう感じですよね。そうですね、序盤見えたのは、はい、その樋口の、まあ、2バズーカーであったりとか立ち体キックでちょっと前に出ながら攻撃するっていうところに、置き技で仕込んで、そうですね、返していくような動きが見れた、そこがずれてきてますかね。ちょっとずつね、本当に細かいところなんですけど、ずらしてジョンの対応っていうのもずらしてきている。とはいえね、一つかみ合わせることができれば、ね、コーディの火力というところがすごい高いんで、そうですね、ひっくり返りますよね。距離ただ先ほどまでのような圧力は感じさせなくなった。樋口が押し返している。うわー、裏シェンの裏からすくさあ、これでナイフ中のコーリーを叩きのめした形。立ち着きパンチ、バックステップ、空中ヒット、すぐさま攻めのリバスピっていうこのね展開を作るスピードも素晴らしかったですね。このガイルの立ち強キックやニーバズーカっていうところがやっぱりそのコーディ4フレキャラクターなので対応しづらいんですけど、それをうまく使ってラインを押し上げてるんですよね。うわー、これ歩いて後ろ投げ、いやらしいなこれ。さあスペースを相手になすりつけるかのような後ろ投げ、モードチェンジがすごい。いきなりソニックモードになりましたからね。そうですね。さあジョンはこれに対して対応できるか。樋口の引き出しは非常に多いベテランの味。ページではありますけど、月読、うわー、ここ壊し圧があるのに後ろ下がるんだもんな。読みも強いですね。読みも強いですね。さあこれは下段からいった。浜田さんにして壁藤なるが、ここで暴れている。さあハリケーン後ろから2発前に出るのか。裏剣、ここで裏剣一発。星は2対1、流れは変わった。強いぞ。なんだろう、一気にやっぱり中距離戦完全に樋口のペースになりましたよね。すべてのその牽制のタイミング、使いどころってところがちょっとこのジョンの意識をずらしているというか、本当になんだろうな、この梅原、樋口のシナジーがあるなっていうのを感じますね。そうですね。この動きってそれこそ梅原が得意とする動きなんですよ。中間距離で技打ちをこうドラスティックに変更することで相手の対応を惑わしていくって、一個一個だったら対応できるんですけど、その配分とかね、その打ちどころってずらしていくことで相手の意識をこうなんていうか、その違う方へこう移していくっていう動きなんですけど、まさにこれ梅原の味わいなんですよね、今の樋口がやってる戦法っていうのは。確かに。さあ砲台モードも見せつつも通常技の配分も変えていく。さあこの樋口のガイルに対して竹内ジョンどうするか。突破口はどこにあるか。幅の広い動き、そして、このガイルでありながら安定を取らない要所でのしっかりと駆け引き、今のもねリバース前歩き投げが出ましたが、向き合いますからね、樋口は本当に読み合いに、それゆえに厄介。さあここで砲台モードと化したスタンチが回復できましたが苦しい。そして EX レベルにゾーンヒットさせたいですかね。シフト、いろんな守り方をする。うわ、偉い。見せてくる。チャンチが届くという判断。さあジョンが一切近づけなくなってしまった。ついた。切り返して。画面端が近い。ガードして。おお、落とした。対空しっかり。投げは押さない。ジョンにゲージがない。ナイフをヒット発動したいが。近かったが、入れ替わっている。シフト警戒立ちこパンチでしたが、バックジャンプ、どこまでもクレバーに。少しずつ時間もない。ジョンのペースを乱していく。しっかり。さあこれでリーチは樋口のガイル、最瞬間ソル熊本、40ポイントは目の前。踏み込めてはいるんですけどね、その技の被弾が樋口はないんですよね。なりましたね。ああ、EX6潰している。ゲージ1本無駄になった。裏剣がめちゃくちゃ刺さってますよね。刺さってますね。出した時だけ当たっているような、スカリはない。要所でジョンもね、しゃがみ待ち、しゃがみ中盤で差し返しって狙ってはいるんですけど、そうなると足が止まってソニック打たれちゃうという。さあ怖い、いや、このジャンプ落としづらそうだ。出ず。文句をためた可能性ありますね。垂直綺麗に合わせていた。 CA あるんでバースト狂気です。これむちゃくちゃバースト振っているさあしかしなんとかうまくナイフアースをセノムからのここから逆転できる火力はありますからね。時間は結構減ってますけど30秒弱。竹内の間に合うか。上落としてる。しっかりナイフまで投げは抜けるか。一歩使う入れ替え止めている。しっかりと止めてトリガーからテンペスト。これが樋口、これが樋口さん。最瞬間その熊本40ポイント獲得。強すぎでしょ対応